驚愕の一手。平野くんがパリで大役を果たす理由とは ?YSL が衝撃の再始動。平野くんがパリで明かす重大な情報とは世界的なファッションアイコンである平野くんが、まるで映画のワンシーンのようにパリの街を照らしています。インスタグラムに投稿されたその姿は、黒のキャップ、サングラス、そして輝くダイヤのピアスが、パリの街並みと見事に調和しています。 このような彼の姿に多くのファンが魅了されていることでしょう。しかし彼がなぜパリにいるのか、その背景には興味深い物語が隠されています。フランスパリの魅力的な街並みとともに、今回、世界的な注目を集めるイベントが開催されました。日本の皆さん、驚かれることでしょうが、あの有名な平野くんがフランスの首都パリにおいでになりました。その姿はまさに圧巻で、黒のキャップにサングラス。 そして光輝くダイヤのピアスを身につけ、まるで街そのものを彩るような存在でした。では、なぜ平野くんがパリにいらっしゃるのでしょうか彼は、今回の大役である YSL のアジアアンバサダーに任命され、初めての重要な仕事に臨んでいます。YSL は、11年ぶりに新しいラブシャインリップを発売し、その記念イベントがパリで行われることになりました。この2日間にわたるイベントでは、 世界中から著名人が集まり、新しいコスメの魅力が余すことなく披露されました。実は、平野くんは YSL、イブ・サン・ローランのアジアアンバサダーとして、初めての大きな仕事に挑んでいます。YSL が11年ぶりに発売する新しいラブ社員のリップの関連イベントに参加するため、彼はパリを訪れました。このイベントでは、新しいラブ社員のリップが世界に公開され、パリの街に美の輝きが広がります。 この2日間の期間中に、YSL 関連のビューティー・コスメが一堂に会する店舗がオープンし、多くの著名人やファッショニスタが招待されます。平野くんもその一員であり、彼の存在はこのイベントにさらなる輝きを与えています。このようなイベントに招待された平野くんは、YSL 関係者や世界中から集まった著名人たちと共に、新しいラブ社員のリップの発表を祝います。彼の存在は、 単なるゲスト以上の意味を持ちます。彼は SNS を通じて世界中のファンとパリの雰囲気を共有し彼の冒険を追体験させてくれます。平野くんはこの特別な招待を受け YSL 関係者や他の著名人と共に新製品の発表を祝う場に臨んでいます。彼の存在は単なるお祝いの場にとどまらず彼のファンや世界中の人々にとって特別な喜びとなっています。 パリの街での平野くんの活躍には、韓国の人気グループであるニュージーンズのメンバーも加わります。ダニエルちゃんとして知られる彼女は、彼女らしい笑顔でイベントに参加し、ファンとの交流を楽しんでいます。彼女の存在は、アジアとヨーロッパの文化が交差する場で、新しい友情を芽生えさせるきっかけとなります。そして、平野くんのファッションセンスもまた注目を集めます。彼の私服は、全身を黒でまとめつつも、 細部にこだわりが光ります。会場入りする瞬間の彼の姿は、まさにファッション界のスターとしての風格を放っています。パリでの平野くんの冒険は、世界中のファンにとって夢のような体験です。彼の存在は、ファッションの枠を超えて、文化や目の新たな一面を発見するたびに誘います。彼の冒険を通じて、私たちは世界の美しさと多様性を再発見し、彼の背後にある物語に心を奪われます。 こうしたイベントでは、単なる商品の発表だけでなく、異なる文化や背景を持つ人々が交流し、新たなつながりが生まれます。平野くんのような著名人が、ファンや世界中の人々と直接触れ合う機会は、特別なものであり、彼らの存在がイベントに新たな魅力を与えています。今回の YSL のイベントは、単なる商品発表の枠を超えて、異なる文化や国の架け橋となり、 世界中の人々に新たな刺激を与えました。これからも、こうした国際的なイベントが、さらなる多様性と豊かさをもたらし、世界をより広い視野で見る機会を提供していくことでしょう。